それ、レディエスのおもちゃ？ええ。お一ついかがですか？帰りなさい。遅くにすみません。車にプレゼントがあるのですが。まあ私が運びましょう。すみません。シュさん、いつもすまんな。いえ、そんな。新しく入ったジュリエ君だ。大学では心理学を勉強して、専攻は洗脳。あら、あなたどこへ行ってたの？後で懲罰室へ来て。ロミオはここ出身で、小さい頃は懲罰室、大きくなってもきついトレーニングで体をいじめ抜く子じゃった。うわ、レディー S だ、かっこいい。みんな S なの？マスクの M はないの。レスラーなんて偶像崇拝はいけませんよ。ちゃんと働いてみんなにプレゼントくださるような CEO のお兄さんに感謝しないと。いやいや、これは本？なあ、ダメです。それは何慌てて。マスクマン M だ。それ僕の、僕にちょうだい。やった。おう、そんなん欲しくねえよ。売れないレスラーなんて余計にいけないわ。プロレス見に行きたい。行けません。プロレスなんて汚れたもの絶対にダメです。勝手に敷地の外へ出てはダメなの。
これで体の中に救った悪しき者を退治なさい。ここ開けて、ね、早く。まさか。でしちゃダメなんだよ。今はお隣のトイレを使わせていただいてるの。マキさんのお力でどうにかならないかしら。はい、よかった。疲れてない？今までいろいろ言ったけどさ、全て帳消しにして優に仕事入ったよ。レディエース様とガチの覆面かけた一本勝負。レディエース様が直々に優をご指名だ。これを受ければ今日のミステイクは帳消しになって、勝てば5000万の賞金付きだと。優はなんかやる男だと思ってたぜ。こうして欲しいんだろ。下町のドブの中で夢に浸ってな。Yeah!
修理できたんだ。プロレスの切符またちょうだいね。よくあんな大金振り込めたな。私は